王海は中華人民共和国の軍人。朝鮮戦争におけるエースパイロットとして知られ、後に中国人民解放軍空軍司令員を務めた。最終階級は空軍上昇。出生名は王栄昇。山東省福山県に生まれ、1930年、一家は以海に移り住んだ。1944年5月。 三党以下青年中隊の隊員となり、1945年9月1日、中国共産党に入党、同年末より三党臨時人民革命大学に学んだ。1946年6月、東北民主連軍航空学校に入校し、機械員として訓練を受けたが、1948年4月飛行班の第二期生が訓練を開始した時選抜を受けて、 飛行員になった。同航空学校の教官は、林や一郎を中心とした日本軍出身者であり、王海は、彼らが日本に帰国した後も交流を持ち続けている。1949年11月11日、人民解放軍空軍が正式に創設されると、王海は、空軍第四航空学校飛行隊飛行員として、ソ連製戦闘機への転換訓練を受け、 1950年5月14日には、空軍第四混成旅の中隊長に任命された。同年10月1日、朝鮮戦争への参戦に備えて、空軍第三師が信用において編成され、王海は第九弾、第一大隊大隊長となった。空軍第三師は1951年4月25日、中国人民志願軍空軍の戦闘序列に組み込まれた。 1951年10月21日から1952年1月14日までの86日間に空軍第三子は撃墜派64機、王海率いる第9弾第1大隊は撃墜派15機、自身は撃墜派5機の大戦果を挙げ、英雄的王海大隊の名声は広く宣伝された。これにより、王海は第9弾副団長に昇格し、 1952年11月には26歳で第9弾団長に任命されたが、これは人民解放軍空軍における最年少の飛行団長という、朝鮮戦争における最終的な戦果は、撃墜波球機というトップエースの長方斬ルと並ぶ戦績を残し、一級戦闘英雄称号を受けた。王海の登場したミック -15 は、 北京の中国人民革命軍事博物館に展示された。帰国後、副市長や市長を歴任し、1955年の1、鉱山島戦役に参戦した。1965年副軍長、1969年空軍司令部軍訓部第二部長となる。文化大革命において迫害を受けた者の失脚は、免れ空軍内の臨氷派と距離を置いていたので、 林氷事件の後も地位を保った。1975年7月公衆軍区空軍司令員。1982年11月空軍副司令員となり、1984年7月には国防部長,長、蝶愛宇菊草に随行してアメリカ合衆国を訪問し、朝鮮戦争に参戦した経験を持つアメリカ空軍参謀総長チャールズ・ A ・ゲブリエル。 大将と握手を交わした。1985年7月空軍司令院に就任し、同年10月中国を訪問したゲイブリエルを艦隊した。1992年11月退任。中国共産党第12、13、14届中央委員会委員。1955年中高、1959年上高、1988年9月空軍上昇。 朝鮮民主主義人民共和国二級国旗勲章、同二級自由独立勲章。2020年8月2日、北京で死去。94歳没。ありがとうございます。